室を解放して即退散とは、こんな腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊だ。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース、敗北者取り消せよ今の言葉。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールド・ロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん危ない。レイゴー、どれ。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだ、エース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな。
そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。正しくもない海兵は海軍にはいらん。痛いことを言わない。よくやった若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。麦わら。お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い、俺たち相手してやる。どうだティッチ。いや黒ひげ。ぜやめとこう、まだ時期が早い。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち麦わらの一味。魚人島を経由しついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た。桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラバルガー・ローと再会する。麦わら屋、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で
打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカータシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行はローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ本人から連絡が入る。俺だ、七部会を辞めたぞ。今から8時間後北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出せ、勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会を辞めてなんかいねえ。その島から早く逃げろ、急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒、彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらや通りに上下関係はない、記事通り同盟だ。これを聞いたフジトラはローの七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。ベラミ、悪いけど俺急いでんだ。外に出てんだけどよ、出口がなくて。このコロシアムに出口なんかねえよ。選手は一度入っちまったら二度と出られねえ。どういうことだ、お前ミンゴの部下だろ、なんか知ってんじゃねえか。頼む、仲間がやべえんだ。俺は今から外へ出る、ついてくりゃお前も出られるかもな。そうか、ありがとう、連れてってくれんだな。お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある、裏切れねえ。わかった、じゃあつけてく。ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんだ。ロングラ、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊王のお役に立てるなら本望だべ。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。何者だ、ルフィ先輩に気安く声かけやがって。俺だよルフィ。おいお前、俺はルーシーだ、見ろこのヒゲ。変装したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ。弟？
のな、俺を弟と呼ぶのは死んだエースと、もっと昔に死んだ死んだ。サボー！嘘だ！昔エースとお前と三人で杯を。ありがとな、ルフィ。生きててくれて嬉しい。でも、サボ、俺は目の前でエースを殺されて。ああ、エースは死んだけど、お前だけでもよく生き延びてくれた。俺は何もできず、二人の兄弟を失うところだった。お前まで死んでたら一人ぼっちになるところだった。ありがとう、生きててくれてありがとう、ルフィ。メラメラの実は俺が食っていいか？それがいい、それしかねえ。真のドレスローザを取り戻しに来た。トラオ、麦わらや。いいか。想像以上にしてやられたな。ミンゴが生きてる。これはまずい事態だ。鳥かごを使わざるを得ない。鳥かごだ。この国の真実が漏れる前に、今この島にいる奴ら皆殺しにするつもりだ。王宮だけどっかに行くぞ。ピーク、石なら地形でさえ変えられる。王宮、待て。レベッカ、教えてやるぞ。お前の母スカーレットを撃ち殺したのは俺なんだよ。銃の方がいいよな、スカーレットの。銃で死んだ。痛い痛い！レベッカー！
家族を二人も奪われてたまるか。お父様、すまなかったレベッカ。未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった。母親に似て心の優しい君なのに。だが今日で最後だ。もう戦わなくていい。人間に戻った今、もう二度と娘に剣など振らせやしない。貴様は私が撃つ。そんなに死ぬときは一瞬で殺してやる。満月トゥエロアッター通りすがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。よっ、フォース。
麦わらたちの命運はおテント様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃすぐにでも麦わらとロウの首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え？私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。これからは明るい場所で楽しく暮らしてほしい。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない。大変だべ。海軍のテントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩だぞ、案内します。東の港に船があるからそれで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガーロー、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。どれ、運はもう尽きたのか試させてもらいやしょう。全力で。ルベッカー、ルーシー、よかった。私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？迷惑なのかな？知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。気にすんな。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと？海軍全体に告ぐ。早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ。レベッカ。嘘つかないでよ。私、どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だよ。
ちゃんとそばにいてよ、兵隊さん。私が父親でいいのか。一緒に暮らそうよ、お父さん。あったかい？ああ、とても暖かい。立場ってもんがありやしょ。こっちも我慢して立場貫いてんでさ。村人モーク麦わら。助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい。優しい顔してんだろうね。目閉じなきゃよかったな。ドフラミンゴを倒したルフィたちはバルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出し、サンジたちと合流するためゾウに向かう。その戦場、ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願される。だが差し出された親子杯を断った。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは一方的に古文杯を飲み干し、ここに海賊連合麦わら大船団が結成される。君は今まで通りでいい、麦わら。僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ。何かあれば勝手に命を懸けて参上する、そんな奴らがいても損はないだろう。こたびのご恩に報い、命全霊をかけてこの古文杯勝手に頂戴いたしますだべ。一方サンジたちは一足先にゾウに到着し、すぐに異変に気づく。ゾウはカイドウの部下寛愛のジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だった。サンジたちはゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い、深く感謝される。数日後ルフィたちも到着し再会を果たすが、そこにサンジの姿はなかった。サンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ、政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったという。サンジがビッグマムの娘と結婚？なんだその勝手な話。サンジは俺たちの仲間だ。憤慨するルフィたち。そこに遅れてきたキンエモンが合流する。キンエモンは今まで話さずにいた和の国にまつわる多くの事実を伝えた。桃之助は本当は和の国の大大名光月おでんの息子である。金右衛門は桃之助の父ではなく家臣であること、光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと、その死の間際和の国を開国せよと言い残したこと。拙者カイドウを倒したい。ルフィ、拙者と一緒に戦ってほしいでござる。よくわかった。テイクモン、同盟だ。ここで一味はサンジ奪還に向かうルフィたちのチームと先行して和の国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックはサンジを連れ戻すためゾウから出航し、
ビッグマムの治めるトットランドを目指す。しかしそこには意外な人物が乗船していた。まだごねているのか、我が息子よ。気安く呼ぶな。俺に親がいるとしてもお前じゃねえよ。いや、私の血がお前にも流れている。お前はジェルマ王国の第三王子だ。我がヴィンスモーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る。それにはシャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが、大切な息子たちをあのイカれたババアのところにはやれん。そこで思い出したんだ、もう一人出来損ないがいたと。サンジ、お前は生贄、息子だなんてみじんも思っちゃいない。お前が海賊をやってると聞いた時、出来損ないのお前も少しはマシに成長したかと思ったが。相変わらずでがっかりだな、ビンスモーク家の恥さらしが。それに所属することが俺にとっての恥なんだよ。お前たちの全てが俺の思想に反する。やれやれ、それはこの男の影響か、サンジ。イーストブルーのバラッチェ、こいつの店にいたそうだな。え？まあ、お前が言うことを聞かなかった最悪の場合だ、そいつの首が飛んでもいいのか、などと脅しを使うのは。抵抗せず、仲間を諦め、結婚を受け入れろ。それで全てが丸く収まる。しかしまだのたれ死んでなかったとはな。落ちこぼれのくせして悪運だけは強えようだ。うるせえ。おかえり、サンジ。我らがヴィンスモーク家。楽しみだな、またお前と暮らせるなんて。そうだ、また昔みたいに遊んでやるよ、出来損ない。ああ、望むところだ。来いよクズども、相手してやる。この程度か。サンジ、お前には人質がいることを忘れるな。これ以上反撃すればイーストブルーで血が流れるぞ。ったく、サンジの分際で調子に乗るなよ。やはりお前は出来損ないのままだな、サンジ。興ざめだ。手ひどくやられたわね、サンジ。レイジュ、なぜ戻ってきたの？二度と思い出したくもない場所へ。せっかく13年前イーストブルーで逃がしてあげたのに。自分から戻ってきたのだから、覚悟を決めて無駄な抵抗はしないことね。さあ、報
ールケーキシャトーで結納が執り行われるわ。早く手当てして支度なさい。なんであいつらここに。おーい迎えに来たぞサンジ。帰ろサンジ。うわサンジ君。帰れ下級海賊ども。俺の名はピンスモークサンジ、ジェルマ王国のプリンスだ。お前は俺が追い払う。やめた。構えろよ。お前とは戦わねえ。じゃあ消えろよ。それも断る。お前はいつもわがままばっかりだよ。ちょっと、サンジ。さよなら。ごめんね、余計なことして。行くぞ。待て、サンジ。言いたくもねえ言葉並べやがって。嘘つくんじゃねえよ。俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ。旅はまだ途中だぞ。俺はここで待ってるからな。お前が戻ってこねえなら俺はここで餓死してやる。お前は俺の船のコックだから。俺はお前の作った飯しか食わねえ。腹が減っても槍が振ってもここを動かずお前を待ってる。必ず戻ってこいサンジ。お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。